まあ僕がミニマリストになった経緯をちょっと喋っていきたいと思うんですけど、僕は中学1年生の頃に引っ越したんですけど、その時に初めて自分の部屋が与えられてすごい嬉しくて、もう部屋作りを頑張ったんですね。おしゃれな部屋にしようと思って、まあ、ポスター貼ったりとか自分なりのおしゃれを考えて部屋作りをしていったんですね。だから高校時代とかも部屋の雑誌とかを買ってすごい見ていましたし、まあそれで専門学校時代東京で一人暮らしした時にはそういうおしゃれな部屋の雑誌に応募して部屋に取材に来てくれてね、出たこともあったんですけど、でもその時はもう持ち物がとにかく多くて、東京から地元に引っ越してきた時も、まあ、一人暮らし用の荷物、引っ越しの荷物じゃ収まらなくて、ちょっと大きいサイズのトラックに変えてもらったりとか、そのぐらいね荷物が多かったんですけど、全く手放すっていうことを考えてなかったんですよね。もう持ち物がもう増えていく一方、年を重ねるごとにただ増えていくだけっていう生活でしたね、その時は。まあこれ恥ずかしいんだけど、自分の部屋も片付けとかも全くできてなかったんで、両親が自分の部屋に時々来てくれて部屋の片付けをするっていうのがね、もう当たり前のようになっていたんですよね。まあそれっていうのは美容師になって地元に帰ってきてからじゃなくて、もうその前からね始まっていたことで、中学高校時代にも自分が学校に行っている間に母親がね部屋を片付けてくれて、で帰ってきてすっきりしている部屋、なんかね扉開けた瞬間にそれが目に飛び込んでくるのが嬉しくて、もうその時からそういう感じだったんですよね。自分で片付けをするなんていうことが考えられない、本当どんな甘えん坊だよっていうね感じだったんですけどね。そういう持ち物を増やし続けている生活を、まあ20代前半後、まあ前半から中盤ぐらいまで送って、まあ、後半26ぐらいかな、その時にまあ片付けに来てくれた親と会った時にお父さんから床抜けるぞって言われたんですよね。その時もう荷物が多すぎて、もう家具も大きいものも持ってましたし、もう棚とか雑誌とかもう漫画とかもパンパンに詰めた重い家具をね置いていたので、あと雑誌も大量になってね置いていたので、もうかなりの重さで、まあ今ルームツアーとか見てもらえば分かるけど、今と同じところに住んでるんだけど、もう古いんですよね家が。だから古いからね、もうお父さんが床抜けるぞって、まあそれ結構僕にとっては結構聞きましたね。なんか母親から言われることはまあある程度あったんで抵抗したりとかするんですけど、あまり父親から言われるってことがねなかったので、まあ男同士の感じというか同性だからっていうのがあったと思うんだけど、そういうのがなくてちょっと気まずかったというか、あと自分の心に残って、そこから少しずつ片付けを始めていったっていうのがまずあって、でも少ししたらその衝撃的な言葉っていうのは、まあ、結局薄れていって、また持ち物を増やし続ける生活が始まるんですけどね。結局、まあ、それから少し経って当時付き合ってた彼女が、まあ、実家暮らしだから家によく泊まりに来てたんですよね。で家に泊まりに来て、まあ、楽しく過ごしていたんですけど、ある時いつ泊まり来るって言ったら行かないって、なんかちょっと違和感ある感じだし、普通だったら泊まり来るでしょってタイミングでね泊まり来ない感じだったんで、え何かなって思ってねちょっと聞いてみたんですよ。もうね泊まり来てほしいし解決したいから。そしたらね、まあ、部屋が汚くてちょっと汚れているのも嫌で来たくないっていうことだったんですよね。お恥ずかしながら、なんかお風呂場とか水回りとかでちょっと汚いところを見ちゃってなんか嫌になっちゃったって言ってくれたんですけどね、まあ本当に僕が悪いし、
直接伝えてくれてありがたいなってその時は思いましたけど、もちろんそれを言われて僕はすごいショックだったし、すぐホームセンターにお掃除用具とかね、いろんなものを買いに行って、すぐ掃除とね片付けを始めたんです。その時に必要か必要じゃないかね、自分の持ち物のことについて考えて、まあ売るのか捨てるのかも考えて、お金をどれだけ使っていたかも反省して、まあある程度片付けて、それを収めるために収納ボックスを買って、だけど結局その収納ボックスに入れてボックスだらけになった部屋を見て、なんかこれも違うなと思って、結局その中身も見直して、まあ、収納ボックスの中に入れてればよしとせずに、現実と向き合ってね、持ち物一つ一つに対して必要か必要じゃないか、本当にこれは使うのか、ちょっとリアルに考えていったんですよ。だから一度ある程度すっきりした部屋からもう一踏ん張りして、極力使わないものは持たず、自分の生活に必要な最低限の持ち物で暮らすミニマリストの部屋に変わっていった感じなんですけど、持ち物をねアップデートして、まあ、いいものを使って、まあ、少ない数で暮らす、そうやってだんだん質を上げていくことによって生活の質を上げていく。無駄なものを持っていると持ち物もね自分のセンスも荒れるので、ちょうどいい数だけ持つっていうのがすごく気持ちよかったんですよね、その時は。まあ、片付けの途中ぐらいから彼女も来てくれるようになってね、泊まりに来てくれるようになって結構片付いてきたんでね、それで、あ、よかったね、頑張ったね、綺麗だねって言ってくれたんですけど、まあそれ以上にすっきりしていく段階で、僕がそのミニマリストの部屋に必要最低限に絞っていく段階で、同時期にダイエットも始めて結構ストイックにやっていたので、外食しても彼女がハンバーガー食べている横でサラダ食べたりとかね、部屋でも自分がサラダチキンだけ食べるとか、デザートは大丈夫とか言ったりしてね、まあそうやってなんかすっきりした部屋と、まあダイエットとか食べるものもこだわってるみたいなね、そういうストイックな感じに酔いしれてたんでしょうね、自分が。そういうので彼女もちょっと嫌悪感を抱き出して、まあ気持ちが離れていったような気がしますね。まあ、何か一つのことに集中してしまうと突っ走ってしまうタイプなので、その時はまだ何にも気づけてなかったなというかね、なんか自分ではその時は合ってるからこれが正解でしょう、間違ってないでしょうと思ってるんだけど、結構ちょっと尖っちゃってたかなって思いますね。まあ、もしかしたら僕との将来を考えた時に、片付けもできない、掃除とかもできない人じゃ嫌だなと思ってくれて言ってくれたのかなって、今ではね本当に惜しいことをしたなとは思っているんですけどね。言葉はありがたかったなって思ってるんですけど、言ってくれたことでなかなかやっぱ持ち物に対する考え方っていうのは変えるのが難しいっていうことはもうひしひしと感じてるので、それを一気に変えてくれたっていうかね、僕も好きという気持ちがあったからその人に言われたっていうことで一気に切り替えてくれた、その言葉に対して本当に感謝しかないですね、今思い返すと。それで今ではこのジャンルとして全然人気のないミニマリストというそのジャンル、もう誰も気づかないんじゃないかというそのジャンルでね、YouTube で動画を発信するように、このミニマリストの生活っていうのを、考え方っていうのをおすすめすることにねなっていくわけなんですけどね。だから僕みたいにもともとは持ち物が多くて何にも減らすことなんて考えられなかった人もね、こうやってね変われるっていうのを自分も身をもって知ってるからね、だからいつも言っちゃうんですよね。まあ必要ないものを手放して必要か必要じゃないかを考えていく中で、いろんなことに対する必要か必要じゃないかも分かってくるので、考え方も洗練されてきている中で自分の考えも言えるようになったし、相手の嫌がること、どういうことを言ったら傷つけてしまうかっていうのもね
分かるようになったけど、人に優しくなれたのに、それでも忙しくなりすぎて出会いがある場所にも行けないんですけどね。今一番こう優しくできるし、もうプロ彼氏みたいな、プロ借りてみたいな、プロ彼氏みたいになれると思うんですけどね、出会いがないんだよな本当。まあ自分の信じた道をこれからもね突き進むしかないですね、不器用ながらもね。まあミニマリストのになった経緯というかね、今日はそういうのを話していきました。なんかちょっといつもとは違う動画になったのかなと思いますね。じゃあ今日はありがとうございました。